はい、皆さん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。えー、皆さんは、日本語の文章の後に、まあ、文の後に、和を言うのはすごく、まあ、女の人がすることだ。女の人の話し方だって聞いたことはありますかね、多分、日本語を長く勉強している人は聞いたことがあると思います。 例えば、これすごく美味しいわとか、美味しいわとか、えー、あ、すごく時間がかかるわとか、ね。だけど、この和って方言でもあります。方言ね。ダイアレクト。例えば、大阪弁、関西弁はよく和を使います。だけど、日本中の人と話をしてると、 女性じゃなくても、こう、関西の人じゃなくても、この和を、まあ、文の後に使う人って、もうすごく多いですね。本当に日本中で使ってます。女の人だけじゃなくて、男の人も本当によく使ってます。なので、今日はこの和について、 まあのちょっと使い方についてね話したいなと思いますうんぜひあの皆さんこの和使ってほしいですうん使うとほんとね結構自然なカジュアルな日本語になりますだけどねすごく難しいんですよねこの和ってはっきりした意味がないのでいつ使っていいか全然わかんないんですよねまあだけど まあ難しくてもなんか簡単な文章、文からスタートできたらいいんじゃないかなと私は思ってます。はい。で、まずね、あの、女の人らしい和のアクセントなんですが、まあ、女の人らしい和のアクセントは上がります。これ美味しいわとか、すごく時間がかかるわ とかあとは「ね」もう一緒に使う「わね」とか「これすごくおいしいわね」とか「時間がかかるわね」「今日は暑いわね」この「わ」と「ね」を一緒に使うとすごく女の人に聞こえます。うん、であとは「わ」をアクセント「わ」のアクセントを上げる。ね「おいしいわ」「かわいいわ」ってこう上がると。 すごく女性に聞こえるんですね。まあ、だけど、私がこの和を使うときは下げます。これすごい美味しいわ。とか、めっちゃ時間かかるわ。とか、この和をこう高く言わない。ちょっと下げます。うん。で、この和を下げるのが、まあ多分普通のカジュアルの 日本語だと思います女の人も男の人も使えます。えー、なのでまず皆さんがこの和を文の最後に使う時はその和のアクセントをちょっと低くするとかすぐ止める。おいしいわ。時間かかるわ。ちょっと短く言う。で音を下げる。 と、なんか結構自然に聞こえるんじゃないかなと思います。で、さっき言った、えー、すごく女性的な和のアクセント。まあ、和は、えー、最近ね、あんまり使われないです。アニメとかではよく使うけど、まあ、日常だったら、まあ、50歳とか60歳ぐらいの、えー、まあ、ちょっと歳が上の女の人。 とかはよく使うと思いますが若い人で本当にこの「何々だわ嬉しいわ今日は天気がいいわね?」とか言う人は全然いないです。まあ、なので皆さんがこの「和」を使う時は、えー、短くそして音をちょっと下げると自然に聞こえると思います。はい、でまあじゃあ次にこの文の後の「和」の「 意味ですがこれすすごく難しいですこのエピソードを作る前に結構ねいろんな本とか、えー、論文を読んでみたんですがあのねすごく難しい。ニュアンスがあるんですが説明ができない全然できないですね。まあ、だけど、えーまあ、ちょっと私が言えることはこの わは自分でちょっと考えて決めたときに使う。まあ、例えばね、これ美味しいわとこれ美味しいなの違い。これ美味しいわ、これ美味しいわっていうときは自分の中でこれと 他の食べ物をなんかちょっと比べて、これが美味しいと思った時、これが美味しいと考えた時に、あ、これ美味しいわ。これ美味しいわ。って言います。多分ね。私はね、そうする。だけど、例えば、これ美味しいだけとか、これ美味しいな、だったら、美味しいがなんか自然に自分の中から、 出てきた感じなんか他と比べてこれが美味しいと決めたんじゃなくって自然にそう思ったわかるなんかねそういう違いがちょっとあると思います。まあ、だけどまあ実際皆さんがまあ話す時はあんまりこの、ね、和の違いを考えて 話さなくてもいいと思いますまずはおいしいわとか頑張るわとかなんかそういうすごくシンプルな言葉にわをつけるところからなんかスタートしてちょっとずつ使ってみるといいんじゃないかなと思いますあとは、えー、日本人のネイティブのポッドキャストとかテレビとか見るときにこう どんなとここ時にこの和を使ってるかちょっと、えー、考えながら見てみると、まあ、少しずつこの和のニュアンスに慣れてくると思いますね。この和は和の意味はちょっと自分の中で考えてそう思った時に使うんですね。例えばプログラミングの勉強をしていて新しい 方法を調べていますでその時に「あ待ってちょっとこのやり方違うな」と「あちょっと待ってちょっとこのやり方違うわ」この2つはちょっとねニュアンスが違うんですね。まあさっきも言いましたが「違うな」は自然にそう思ったあれ何かうまくいかないあ 違うな、自然に思ったでも「違うわ」は気がついたちょっと考えてあなんか違うと気がついたみたいな感じの本当に小さいニュアンスの違いがありますまあ本当ね難しいよね私も調べたけどなんか全然わかんなかったいろいろねありすぎるしもう文によって全然違うからねわかんなかったうん。 でも、うん、私はねやっぱり関西出身なので「ーとかよく使うんですよね。これめっちゃ面白いわ。めっちゃおいしいわ。やっぱポッドキャスト楽しいわ。とかなんか今日天気がよくってなんかめっちゃ幸せやわ。とか。うん そんな感じまあね今日の、えー、ポッドキャストではなかなかこの「和」の意味をね、えー、うまく説明できなかったんですがでもねあの男の人もよく使うということをぜひ覚えてくれたら嬉しいです。うん、でよかったら皆さんもえー 使っててみください最近ね私の彼氏が使うのは「うるせえわ」「うるせえうるせえわ」「うるせえはうるさい」のカジュアルな言い方ね「うるせえわ」で「うるせえだけだったら「うるさい」なんだけど「うるせえわ」わかんないニュアンスがわかんないけどよく「うるせえわ」とか「めんどくさいわ」 とか彼氏も使ってます <laughs> 皆さんも使ってみてくださいじゃあ今日は、えー、ここまでです本当、えー、ね最後まで聞いてくれてありがとうございますこのポッドキャストが気に入ったら私のパトレオンのメンバーシップからサポートができるのでぜひサポートしてくれると嬉しいですお願いしますじゃあ皆さん今日もありがとうじゃあ良い一日をバイバーイ